150ページの基本の確かめの3番の2番の問題です。これは底面の半径が3センチ、高さ4センチ、母線の長さ5センチの円錐です。これの側面積と体積を求めると、そういう問題ですね。で、表面と体積、まず表面積を求めるのに側面積を求めてみましょう。その側面積というのは公式を知っておれば簡単に出ます。どういう公式かというと、母線の長さ A センチ、この底面の半径 B センチ、単位は何でもいいですが、そうなっているとこの側面積は πAB で表すことができます。これを使うと非常に簡単になります。この問題の場合は側面積は πA が5ですね。で、B に当たる部分がこの3ですね。つまり 15π というふうに求めることができます。次に底面積ですが、底面積の方は半径が3なので π×3の2乗、つまり 9π、 9π 平方センチ、ということはこの側面積と底面積足すと表面積 15π プラス 9π、 つまり 24π 平方センチ、こういうふうに求めることができるということですね。ただこの公式を知らなかったら、πAB という公式を知らなかったら、これを展開して中心角を求めてやっていくという方法になります。その場合は展開すると、おそらくこんなふうな円錐、円をやったとこんな円になると思いますが、この半径がこの母線の5センチ、こちらの半径はこの底面の半径3センチと、こうなります。そこで、この今わからない中心角を X 度と置くと、そうすると、この扇形のこの部分とこの円の円周が組み立てるときにくっつくわけだから、その長さは等しいという方程式を作ることができると。そこで、まずこのこの長さ、これは 2π かける半径の5かける360度分の x 度と、一方この円周、底面の円周は 2π かける3と、それが等しいだからイコールと、こうなるんですね。そこで両辺を 2π で割ると、そこで、これ両辺を5で割ります。そうすると360分の x は、5分の3とこうなりますね。で、x を直接求めてもいいんですが、この側面積を求めるときにこの360分の x を使うので、このまま置いとく方が話が早いというわけで、この側面積、これは、π かける5の2乗かける360分の x、 その360分の x というのが、先ほど求めた5分の3というわけだから、 π かける5の2乗かける5分の3と、つまりこれ5が1個約分できて5315と、計算は先ほどのこれと同じことになるんですが、こうやって、側面積を求めて、あと底面積と足して、表面積を求めると良いと、こんなふうな手順になるわけです。一方体積ですが、体積の方はこれはむしろ体積の方が簡単ですね。体積は円錐だから3分の1、かける底面積が π かける3の2乗、それに高さの4をかけると良いと、これだけ計算すれば出ますね。そうするとこの3と3の2乗を約分して3が1個残ると、
3412π、すぐに求まりますね。 12π 立方センチ、表面積の方が難しかったですね。